コサメビタキは、スズメモクヒタキかサメビタキ族に分類される鳥類。インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、大韓民国、タジキスタン、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、台湾、日本、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ロシア東部下記に、 シベリア南部、朝鮮半島、ヒマラヤ山脈などで繁殖し、冬季は、ユーラシア大陸南部、インドネシア、フィリピンへ南下し越冬する。日本では、元アシュが、夏季に、九州以北に、繁殖のため飛来する。全長13センチメートル。和名は、サメビタキより小型であることに由来する。上面は、肺荷色。下面は、白い羽毛で覆われる。体側面は、 褐色味を帯びる。目の周囲に不明瞭な白い斑紋が入り、目先も白い。くちばしはやや長い。くちばしの色彩は黒く、下くちばし基部の色彩はオレンジ色。幼鳥は上面や翼に淡褐色や淡灰色の斑紋が入る。平地から山地にかけての落葉紅葉樹林に生息する。群れは形成せず、単独もしくはペアで生活する。植生は 動物食で昆虫などを食べる。木先などに泊まり、飛翔している獲物をめがけて飛翔し捕食する。繁殖期に縄張りを形成する。日本では標高1800メートル以下の落葉紅葉樹林で繁殖する。高木の葉がない水平な木の絵に、梅の木苔などを雲の糸で付着させた樹皮や苔を組み合わせた皿状の巣を作り。 日本では5の6月に1回に3から5個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は12から14日。ヒナは孵化してから12から14日で育つ。ありがとうございます。